クレ交渉配球チームは、かつて、広島県クレ市を本拠地に活動していた、大日本帝国海軍クレ海,海軍交渉の実業団バレーボールチームである。名称は資料によっては、クレ交渉バレーボールチーム、クレ交渉配球部、クレ交渉代表チームなど、なおこの前身となったチームについても記載する。歴史の見える丘から、西方向を望む、旧クレ交渉の敷地であり、 左に見切れている建物が、戦艦、台湾の旧ドックウになる。1988年の呉市入選山公園。中央の広場は、旧、海軍連平場。他の陳寿府では、連平場で、スポーツが行われた記録が残っているため、呉でもここで、スポーツが行われた可能性が高い。ちなみに、公園左から下にかけての敷地が、海時呉地方帯にあたる。 1947年米軍が撮影した呉市二甲公園。呉高省がここで試合した記録があり、バレーコートのような線も見える。左下側の建物は呉高省公園寮。1922年、呉高省方向部で結成された水の絵師クラブがそもそもの始まりで、後、呉高省の他の部署でもチームができ、その中の一つである呉水雷来クラブが、 初めて全国大会で優勝。1933年それら各チームから選抜編成された全クレ交渉選抜が最終的なこのチームにあたる。終戦時の海軍交渉解体に伴い敗部となった。チームは男女共に存在したが、特に全国大会での記録として残っているのは男子チームで昭和初期に全盛期を極め戦前における競合チームであった。 学生バレーボール前世紀だった近代の男子バレーボール界において唯一タイトルを争った実業団チームであり、終戦までその強さを維持した。なお、水の石クラブは日本初の男子実業団バレーボールチームであり、V リーグをはじめとするバレーボール関連資料では NEC ブルーロケッツとともに日本の近代バレーボール初期から存在したチームと言われている。 現在広島市を拠点に活動する V リーグ JT サンダーズは戦前に対戦した記録が残っている。現在呉市が公表する市の歴史にもその名が刻まれている。旧海軍において、まず近代スポーツが導入されたのは海軍兵学校からである。近代軍隊導入にあたり、明治政府は海軍にはイギリス式を採用、そのイギリス海軍部官が教官に赴任した。 海軍兵学校において、娯楽、慰安に加え、体連、たくましい軍人像を形成できるとして、近代スポーツを推奨した。ただ、海軍自体は当初スポーツを奨励していたわけではなく、本格的な導入は、第一次世界大戦以降の1920年代のことであった。これは、ストックホルムオリンピックで優勝した、アメリカ合衆国代表約三百人中八十人が、 フランス代表280人中100人が軍人であったことなど、このごろ軍人がスポーツに従事するのは世界的な流れとなっており、急に本軍もその流れに乗った形であった。クレチンジュフには1922年3月から陸上競技が成果に採用された。海軍交渉の中で最も早くスポーツを導入したのがこのクレ交渉であり、 1889年職工の体連として野球クラブが結成された。ただ交渉でスポーツが推奨されたのには他の理由もある。当時東洋一の海軍交渉と謳われた呉交渉は劣悪な労働環境から労働運動や暴動そして戦争時には反戦運動も起こっていたため海軍はそれら職工たちの不満の矛先を交わし和らげるため 娯楽としてのスポーツを活用し、競技大会を開いたり、福利厚生として、体育普及費を別途支給するなど苦心した。他チームより運動靴など、道具も充実しており、後日のように、太平洋戦争中でも、全国大会へ出場ができたのはこの軍による、サポートがあったためである。呉市でのバレーボールは、まず教員たちから始まったものである。1919年、 ただ特王講師として行われた県下配給、講習会に参加した呉市教員によって、呉市の教員館で広まり、教員団を結成するに至っている。後に、呉陳塾内でもバレーボールは盛んに行われるようになり、幹戦ごとのスポーツも、公務上必要な活動として軍からも認められ、各軍艦ごとに1チーム存在していた。例えば1926年、 クレ海軍配給大会では準決勝に、日向、港部,部、海兵団、防備隊の4チームが進出し、日向が優勝している。記録が残っている。クレ交渉内でもバレーボールは盛んで、佐世保海軍交渉や横須賀海軍交渉など他でも行われていたが、クレではレクリエーションとして、工場対抗でバレーボール大会が行われていたなど、海軍交渉の中でも一番バレーボール熱が、 高かった。このような環境の中で、クレコ内にバレーボールチームが誕生することになる。1922年、クレコーシーで漢方の製造、開発を行っていた、方向部の製図工高野寺一は、クレ教員たちのバレーを見て感化され、自ら発起人となって12人制、バレーチーム、水の絵師クラブを結成した。このクラブは、日本男子バレー界における、 実業団チーム第1号である。1925年頃に9人制バレーに変わったと言われている。チーム強化は、呉教員チームとの対戦でお互い競い合い、これに続いて、他の部署でもバレーチームが誕生していき、共に切磋琢磨し合った。以下、当時の全国レベルの大会である明治、神宮競技大会と、全日本配球選手権大会の地区予選の記録に、 残っているチームを列挙する。結成元の詳細は、海軍交渉、新たに増設された部署を参照。これに加え OB チームも存在した。詳細は不明で、クレ交渉のチームではない可能性もあるが、クレ火薬、クレ官というチームも予選に出場している。なお、クレ交渉、広市将後の公海軍交渉にチームがあったかは不明である。これらのチームは、 季戦績でもわかるように必ずどこかが全国大会に出場していたわけではなく、日本の近代バレエに大きく関与した広島に中を、はじめとする広島市の競合チームと中国地区代表の派遣を争った。そして、全国大会での最大のライバルが、日本初のバレエ専門チームである、神戸高等商業学校。 神戸交渉は2つの全国大会で、第1回大会から連覇を続けており、当初は彼らにとって見上げる存在であった。クレ交渉のバレエチームは共に強化に努めた結果、クレス以来が神戸交渉の連覇を止めることになる。こうした中で、1930年第9回、極東選手権競技大会において、ただ徳尾監督のもと全日本が、初めて選抜チームとして編成され、 クレス以来から谷山春が選ばれている。1933年、その前年に全日本選手権で初優勝したクレス以来の豊島明夫は、さらなる競合チームを作り上げようと、方向部、水雷部、成功部などから選手を選抜した全クレ校賞、クレ校賞配給チームを結成し、全国大会での優勝を目指した。選手のほとんどが、クレ校賞見習い校出身であり、 トシは彼ら若手を鍛え上げた。結果、同年の明治神宮大会でいきなり優勝以降も毎年必ずタイトルを取るチームとなった。なおかきや戦績からもわかる通り、元からあった個別のチームもそのまま活動している。この頃、神戸商大は優秀な選手が卒業試写会に出たことや、付属小学専門部を廃止したことによりチーム力が低下し、 変わって王座に座ったのが、このクレ交渉である。また学生会には、日本帝三佐東京帝大、八甲、京都帝大なども対等し、その中で、学生王者となっていたのが、早稲田大であり、以降クレ交渉は二大大会を早稲田と競うことになる。早稲田大学バレーボール部の創設者は、広島に中出身の赤木伊佐であった。特に、 早稲田との名勝負となったのが1934年、全日本選手権大会決勝である。1セット目を、クレコーショーが21の19で取った後、2セット目デュースとなり23から25で早稲田が取り、最終3セット目もデュースの末22から20で、クレコショが勝利し優勝した。この試合は、双方とも、高打ダ公衆の応酬で白熱した好ゲームとなり、観客を熱狂させた。 後の試合では、早稲田に雪辱を果たされることにもなった。同1934年第10回極東選手権、競技大会が開催され、呉レコから谷山、土田博大橋太郎の3人が全日本に選出された。この大会には、広島に中クラブの長崎茂吉、広島に中早稲田大学に進んだ赤木伊佐山口祖、一郎、 広島に中広島戦売局に入局した恩異正紀も全日本に選出され、13人中7人が広島出身者で占められた。1935年以降になると男女とも実業団チームの台頭が目立つようになり、クレ交渉はその筆頭として覇権を争った。1937年から1939年までクレ交渉バレーは活動を自粛している。 これは、日中戦争へ突入し自局が悪化したためであり、クレ交渉の選手も召集され、戦地へと向かっている。他の実業団も同様であり、1937年、1938年、全日本選手権山陽地区予選では男女とも、全チーム辞退している。一方で、クレで行われた大会には出場しており、1937年、 全日本選手権が終わった後に開催された第6回西日本選手権大会は、クレ方向とクレス以来で決勝が行われている。ちなみに、1937年11月、クレ交渉でヤマト気候1940年8月浸水、つまりバレーチームが活動を自粛していた時期にヤマトが建造されていたことになる。1940年、活動を再開し、 全国大会へ出場、明治神宮大会決勝で総大と対戦し、準優勝に終わる。1941年太平洋戦争が始まるも、明治神宮大会は引き続き行われ、1942年国民連政大会と改名した大会において、クレ交渉は3度目の優勝を飾ることになる。クレ軍港空襲戦災害教図。左側が、 クレシ中心部であり、校内に沿って、クレ交渉の施設があった。1943年、戦争の実局悪化によりバレエの全国大会は以降、すべて中止となった。1945年、太平洋戦争末期には、アメリカ軍による、クレチンジフ及び、クレ交渉を狙ったクレ軍校空襲により、クレ交渉は大打撃を受けている。同年8月、終戦。 これにより、クレコーショーは解体されバレークラブも消滅することになった。なお、出生状況や、戦中の空襲被害など、選手たちの当時の詳細状況は不明である。クレコーショーは、アメリカ企業ナショナルバルクキャリアとハリマゾウ選手が、引き継ぎ、ついで石川島ハリマ重工業、そして現在の IHI へと続いていく。戦後、元クレコーショー選手の何人かは、 天ヶ崎製鉄クレ製工所でバレーを続け、1947年全日本選手権で再び優勝の栄冠を手にすることになる。クレ工賞には女子チームも存在し、1942年に撮影された集合写真も残っている。ただ、全国大会での出場記録は残っていない。女子バレーは男子に比べ早くから全国に普及しており、昭和初期時点で、 競合チームがかなり存在していた。広島県もそうであり、呉市においては、明治神宮大会で準優勝したトイ工場、広島市においては全日本選手権を連覇した、広島先輩や、県女、一目と、県内に競合チームがひしめいており、それらに全国大会行きを阻まれた。なお、1963年、石川島張間銃、工業呉城シバレーボール部が創部するが、 後続クラブであると明記された資料は不明である。以下、記録としてわかるもののみ記載。1925年、第2回大会1927年第4回、大会1929年第5回大会1933年、第7回大会1935年第8回。 大会1940年第11回大会1941年、第12回大会1942年第13回、大会1928年全日本選手権1929年、全日本選手権1931年全日本、選手権1932年全日本選手権1934年、全日本選手権1935年全日本、 選手権1936年全日本選手権1940年全日本選手権1942年全日本選手権以下に初めて全国大会に出場した1925年から戦後1947年までのクレ交渉関連チームが参加した2大大会での決勝進出チームを列挙する。太字がクレ交渉関連。ありがとうございます。